静岡県に来たんだよ。うん。寒いと南に来ちゃうね。まあ。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今日は、はい、静岡県まで来ちゃいました。はい、ここ焼津市にある、うん、満貫坊に登りたいと思います。うん、ずっと、倉掛峠を通って、山頂の方に向かいたいと思います。今日は天気もいいし、海が見える山なので、すごく楽しみ。じゃ今日も一日頑張んにゃんだよ。頑張んにゃ。バンニャンが言わないとね。ほう、あの山に登るのかな。いや、今年も始まっちゃったね。なんかすごいにゃん。あ、みかんだね。いっぱいなってるよね。いっぱいなってるね。あ、みかんみかん。どこ行くの？まあ、お山行かなくて。お山だよ。こっちが最後の駐車場だね。あ、こことだよね。朝は静岡でも寒いね。お正月っつったらさ、普通にどっか初詣行ってですね、どっか観光したりとか温泉入ったりとかするもんだけど、なんでこうなのかね。昔はね、冬眠してたんだよ。そうだね、冬はやってなかったんだけど ね。いやー、登山 YouTuber って辛いね。なんかとってもいい道だね、ここ、ね、何何、山肌の大きな岩はお茶もっさんと呼ばれてる。なんかピザみたいな絵だね。大体子供の武器にグリアル。なになに、この岩肌がお茶もっさんってやつ。え、これがお茶もっさん。ここがビジターセンターだね。うん、今は開いてないけど、花沢地区ビジターセンター。いや、雰囲気のいい感じになってきました。いや、これ水車小屋だって。まだ動いてみないと不審者があるね。水車小屋、あつあつ、ここだよ。ここだわ、本当だ。ガトーショコラ、ホワイトケーキ、リモーケーキ、カラメルバナナとクリームバナナ、どれがいいかな。好きな方。ヘイベルも使います。なんか100円玉足りなかったから600円にして2つ買います。ヤイズアルプス登山ガイド、缶バッジも販売するみたいだよ。パンダマフィン、美味しそうだね。ね、美味しそうだね。じゃあこれは山頂持ってて食べよう。もう 2% 言えないんだけど。でもさ、すぐ復活するよね、これきっとね。復活するのかな。いよいよね、もう1個来るときに買ってきました、バッテリー。あんにゃん、豆しだ。豆しだだね。うん、ポコポコです。かわいいよね。ね、美味しそうだ。あ、上の有料駐車場だね。300円だね。
美味しそうな木の実がなってるよ。美味しそうな木の実だね。美味しそうだね。うん。いいね。うん。今ここでね、倉掛峠。こっちだね。うん。ね、こっから登るみたいだね。温泉もあるんだね、うん、ここでね必ず苔が階段みたいになってるね。なんかいい道だね。しばらく階段続くよ。ほら、暗いよ。うん、いよいよ山の中に入ってきました。もうすごくいい道だね。どっち？結構急だから。明るくなってきた。うん、ああ、ね、遠くの方にね、街が見えたよ。ああ、海が見えるのか。ね。ちょっといい感じの雰囲気だね。みかんになってるね。ここだね。うん、タロッカだ。うん、下まで来るね。でも上にもずっとついてるよ。本当だね。車道だ。うん。あ、チェックみたいだよ。わあ、いい景色。こっち上がっていくの？一瞬わかんないね、ここね。ね。ねえ、わあ、すごくいい、ここの山。流れてる。うん、流れてるね。うん、あ、ここも好き。いい ね、 ね、あ、楽しいね、この道。うん、釣りの音がいいな。ね、すごく登りやすくていい感じだよね。うん、はいけどね、うん、思いっきり怖いけどね。うん、昔は小屋だったのかね、うん、さっき行くにゃ。結構急になってきたね。前の方にまた建物がある。タンク？うん。今更ながら聞くけどさ、うん、マンカンボ、マンガンボ？マンカンボじゃない？マンカンボ。うん。キュートになってきたね。うん、キュートになって、あれ？うん。あ、
正月って書いてある正月だねいや本当にキュートになってきたね。いや登ってきたね。こっちはね、今私たちを知ってくれてる方がいらっしゃってね、ヘポコさんの名前も出てたね、うん、さあ続き歩いていこう。眺めすごくいいね。いやすごく本当に歩きやすくてすごくいい。うん、また来そうだねここはね。キュートが続いたんだけど、なんかこの辺からね、ゆるく、すごくいい道が続いてるねここ。大丈夫？最初だってかな。最初ちょっとあれね。いい道だね、うん、頂上まであと1キロです。まだ1キロあるよ。あともうちょっと、うん、踊りを踊って。何歌ってんの、あそこベンチだね、うん、まるこちゃんだよ。まるこちゃん、見上げ桜ベンチ、うん、まるこの出会いだって。新入浴タイム。ここで桜見ると消えそうだけどさ、そのシーズン人がいっぱいっぽい。いっぱいっぽいっぽい。ぽぽぽぽ。桜日記だって。なんかいろいろ書いてあるのかな。おう。ああ。いろいろ書いてるね。昔ながらのね、うん、こういうのね。いいよね。好きだねそういうの、ここ。じゃここにね、とりあえずメモ書かせていただきました。今年もよろしくお願いします。書いたから見てね。見てねって。はい、じゃあ続き登っていきまーす、はあ、なんかそびえ立つ壁だね、うん、最後やっぱりすごいキュートなのかな。またなんか発見しました。1月2日です。1月2日ね、また階段が出てきました。マルコの出会いです。マルコの出会い、うん、頂上まであと300m。 あと10分くらいです。あと10分、はい、頑張ります。ちょっと急ですなところ。あ、なるほど。見て、明るくなったね、うん、いいね。明るいとこ出てきたらこんなにいいお天気。うん、今日は富士山見えるかな。なんかアリスのさ、トンネルみたいでね、最後の急な坂です。ラストが結構ね、来るね。まだ階段状に乗ってっから登りやすいのかな、うん、いや、キューティーハニー道はね、はい、うん、2つに分かれてるの。どっちがいい？景色いい方撮ろうかな。じゃあこっちだね、うん、こっちだ、こっち、こっちの方が良さそうだね。お、あそこが山頂、うん、近いところっぽいね、うん、あ、駿河湾だ。いいね、うん、とってもいい。おー、すごい海が、うわー、気持ちいい。もうそこだね、きっとね。こんにちはです。はあ、ほんとだ、やっぱ綺麗ね、この景色ね。うん、出たのかな。私、すごいいい景色よ。広いのかな。広かったよ。やばい、たどり着きました。富士山すごいね。ね、綺麗ですよね。ね、つけました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、バッチシですね。いや。
はい、山頂に着きました。着きました。富士山バッチリだね、うん、いやすごい、意外と広い、うん、広い、ほら広い、広い、どこにでもいるよ。山頂到着です。富士山バックにいいね、うん、なんかいい景色だなって言いながら歩いてた。あっという間に着いちゃったけど、うん、本当だね。じゃあ景春のちゃんと着いてね。これこれ富士山。あ、富士山だね。お耳がついた。え？やった。ね。ご飯タイム。はい。今日のコーヒーは。カプチーノ、大人のご褒美。ああ、お、大人になったからいいわけね。そうなの。それと、下で買ってきたマフィンをいただきたいと思います。富士山、ドーン。大人のご褒美で、大人だからね、うん、はい、バイバイ。バイバイ。あ、違いが分かりそうだもんね、うん、食べ込みが出ちゃう。マフィンいただきたいと思います。美味しそうだよ、美味しそうだよ。いい、いい。何か分かろうとないな。うん、いいよ。うん、美味しいよ。なんで富士山バックにならないの。一人富士山、二人富士山。大阪のへっぽこ登山さんからいただいたサクサク紅生姜揚げです。大阪発なんだよ。お、うん、じゃあ早速食べてみよう、うん、ひなさん、なおさん、いつもありがとう。いただきます。お好み焼きみたいな雰囲気が。あ、そうだね、うん、お好み焼きの紅生姜食べてるみたいな感じだね、うん、美味しいね。静岡といえばみかんなので、お家からマーナミカンを持ってきました。このみかんね、すごく甘いんだよね、うん、小ぶりなんだけど、マーナミカン美味しいです、うん、そこでね、ハマってます。なんか糖度ありそうでしょ、すごい。いいね。やばいね、このみかんの味ね、うん、あの、皮ごと食べれちゃうのこれね。何隠してんの。何してんのこれ。すごい甘いな、これ。あそこにね、柑橘類がなって。いいね。じゃあ、下山します。増えてきたね。増えてきたね、急にね。あ、ここに書いてあったね。うん、470m。今また、今また。山頂にある森。あ、こんなところに祠があった。この景色を見ながらね、下山も気持ちいいね。ねえ、いいね、うん、すごいよねえ、下山もいい景色だ。すごい絶景の下山だね。ね、絶景下山だね。キイチゴにあった。キイチゴ。キイチゴなんだね。絶景下山だよね。ねえ、いいね。やっぱね、下山とかでもね、景色がいいとね、テンション上がるよね。ね、うん。また変わった実がね、この大きい葉っぱのついた、うん、いい感じ。ね。綺麗ね。下山も楽しいね。うん。なんか光がいっぱい差して気持ちいいね、うん、うん。朝はちょっと暗かったからね。はい、ちょうど真ん中辺だったっけ、うん、一瞬分からなくなるね。ここ降りてくるね。
川のある山好き、うん、ね、いいじゃん、好きだよね。青空だね、今日は。青空だね、最高だね。素敵だね。あ、まだそういえばこんなとこ撮ってたね。ここの木陰好き。ここの木陰いいよね、うん、あー気持ちいいね。そわそわしてね、本当だ。爽やかだね。気持ちよく終わるね、今日ね。あとはあの風情あるね、街並み歩いて帰るのね。もうすぐそこは、うん、アンコジャンゾーの入り口だ。うん、調子になりそうになっちゃった。なんか売ってんね。うん。みかんだ。うん、100円だって。いただきます。はい、みかんゲットしました。安いね。安いね。100円安いね。ね。いいかなって。こっち静岡ってやっぱりあったかいね。ね、朝寒かったのにね。うん。すごいあったかい。すごくお手当たり。いいね。やっぱ冬は南だね。じゃあ、また次の動画で。